皆さんこんにちは。今回の動画 DNS アクト2最新282話を紹介していきます。前回の281話は下の概要欄に貼ってあるので気になる方はチェックしてみてください。あとこの動画を最後まで見ていると思った方は高評価よろしくお願いします。それでは本編最後までご覧ください。前回の281話ではナリメとミユキの3回目の対戦のみ描かれていました。このケース聖堂は何としても点を取り同点に追いつきたい。しかしミユキは2打席連続凡退中。過去に第2エースではイナイツの4番バッターがスクイズをしているとなるとミユキでありますが、スクイズでなかった場合3塁ランナーは倉持ちであるため内野ゴロでも1点を狙える。しかし最悪な展開としては三高戦の二の前、ミユキは最低限倉持ちを方面生還できるような内野ゴロ打つも後ろゲッツーで3アウトチェンジ。もしこのような結末を迎えた場合一気にナイスへ流れがいってしまい6回の裏は超危険。一体今回の3打席目はどんな結果となったのか。ナリメイテミユキ3回目の対戦。ナイスはこのケースミユキとの対戦前タイムを取りバッテリー間でミーティング。秋田以後から始めた樹の豆知識。まずショートである白川をセカンドベース寄りにし他の内野手を前進守備、つまり後ろゲッツーもミヤスは狙っていることが判明。またミユキはここまで2打席連続凡退していることもあり今回のケース追い込まれるまで低めを捨てる。この作戦が吉と出るのか凶と出るのか。1球目ナルミはいきなり強気な攻め、シラスにデッドボールを許してしまった縦カットをインコースへ投じる。しかしこのボールは枠を外れワンボール。2球目、今度は球種コースとも別件、アウトコースへまっすぐ。このボールに対してミユキはファールにしワンボールワンストライク。ここで3球目を投げる前ピッチャーである成宮海藻。海藻内容としては現在成宮が対戦しているミユキとの初の出会い、高校前にした初対戦シーン。ミユキが3打席目にヒットを打ち成宮がミユキのことを意識するようになった。ちなみにこの対戦シーンではミユキ背番号12、成宮背番号11。そうなると2人とも最上級生ではない。この回想シーンについてはこちらの動画で深掘りしていますので気になる方はチェックしてみてください。3球目、ナルミアウトローへ下方向に落ちるボールを投げるもキャッチャーの樹が前に止めることができず1塁ランナーシラスが2塁へと進塁。ワンアウトランナー2、3塁聖堂チャンス拡大。しかし1塁が空いてしまった影響でイナイツは無理してミユキと勝負する必要がなくなった。そのためイナイツバッテリーは最悪フォアボールにしても良いのでこのミユキとの3回目の対戦は厳しいコースへ攻めていくことが決定。ちなみにワンアウトランナー2、3塁となったこともありイナイツの野手はさらに前進守備、倉持のゴロゴーを封じる作戦へ。2ボール1ストライク。ミユキとしてはボール先行でも成宮は攻めてくると予想しチェンジアップに狙い球を絞った。ちなみになぜ狙い球をチェンジアップにしたのか。そして4球目、この試合自宅からテレビ観戦しているミユキパパ海藻が挿入されていましたが4球目を投げる寸前で281は終了。ちなみにミユキパパ海藻もこちらの動画で深掘りしていますので気になる方はチェックしてみてください。ここでのポイントでは本日のメイン最新282話を紹介していきます。最新話の方では211話から始まったナリメイとミユキの3回目の対戦が決着。211話の最後のページ的にこの対戦は2ボール1ストライクの4球目で決着。つまりミユキが空振りをしたり三振フォアボール、このような選択肢がなくなりヒット犠牲フライレッドボール凡退、こちらの4択に絞れるかなと思います。一体ナリメイとミユキの3回目の対戦はどんな結末を迎えたのか。ミユキ3回目の対戦、2ボール1ストライクからの4球目、イナイツバッテリーはチェンジアップを選択。つまり打席に立っているミユキの読みが的中。この4球目を投げる寸前イナイツキャッチャー樹が小判やワンバンでも取れる補給体制に入っていたので最悪ワイルドピッチ。またミユキはこの3打席目追い込まれるまで低めを捨てる。
三度目みゆきはこの4球目を見逃すかと思ってしまいましたが、211話の最後のページ的にこの対戦は4球目で決着、見逃すという選択肢はないため、追い込まれるまで低めを捨てるという設定をみゆきは無視、この4球目に対してバットを振りファール空振り以外の結果に。一体どんな結果となったのか、結果から言うとみゆきの勝利。みゆきは七海が4球目に投じたインローのチェンジアップを捉え、打球は右方向へ。みゆきはこの4球目のチェンジアップ片手一本で捉えたこともあり、いつもより打球は失速。またイナイス守備はこのケース内野は前進していましたが、外野は長打警戒。こういったこともあり、みゆきが4球目に打ったボールはセカンド江崎とライトサード目の間に落ちるポテンヒット。このポテンヒットの間に三塁ランナー倉持がホーム生還1対1。7名でみゆきの3回目の対戦はようやくみゆきが勝利しました。ちなみにナイスはこのケース外野長打警戒、つまり1点 OK というポジショニング、もしくはイナイス側の采配ミス。ただでばりになりますが、もしこのケースイナイスの外野がさせる位置の守備隊形を取っていれば、みゆきの3打席目はライトフライで終わっていたかもしれません。果たしてこの浅いライトフライで三塁ランナー倉持はタッチアップを決行していたのか。このように今回のケースイナイスの外野がさせる位置の守備隊形を取っていれば、また違った展開で物語が進行していたかもしれません。なお聖堂のチャンスは継続、このケースは好きには5番前園を迎える。前園は今回の決勝戦1打席目はバッティングシーンが一切描かれず凡退、三振はしていないため内野ゴロか内野フライ外野フライ。2打席目は前園の得意コースでもあった初球のインコースのボールに手を出すもサード嫁にさばかれサードゴロ。つまり前園はみゆき同様2打席連続で凡退中。前園は今大会打点7とチャンスに強いという特徴を持っており、今回のケースワンアウトランナー1・3塁ということは前園にとって最高の舞台。一体前園はどんな結果を残すのか。成宮対前園3回目の対戦。ミヤスキャッチャー樹はこのケース前園初球から振ってくるため縦カットでダブルプレーを狙う作戦に。そして1球目予定通り縦カットを要求、しかしこの1球目に対して前園はバントの構え。球場で観戦していたイナス OB はセーフティースクイズと騒ぎながらニヤカ中には終了。個人的には本当にセーフティースクイズかと思ってしまいましたが、ニヤカ中にはの最後のページを見ると一瞬の隙を突くスクイズ、事後勝ち越しなるか。ということはスクイズ確定、個人的には前園の偽装スクイズ。この偽装スクイズの間に1塁ランナーみゆきが2塁へ、ワンアウトランナー2・3塁。もしこういった展開が実現した場合、前座のこのケースどんな結果を残すのか楽しみ。試合展開的にはこの回聖堂は1点止まり、前座のは外野フライ打つもイナイス外野手の好返球、三塁ランナー白洲のホーム生還を阻止、1対1のまま6回の裏へ。以上今回は大ネイサクト2最新282話を紹介しました。次回パートは282話深掘り動画で取り上げようと思っています。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ていてもらった方はチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あと Twitter とインスタもやっておりますので、フォローの方お待ちしております。